今日も始まりました People Power TV。 今日のテーマは JA バンク倒産か、あなたの貯金を〇〇。 JA ハイリスク投資は次の金融危機でやばいでございます。まずですね、今回の JA バンク問題の中心となっていますのが農林中金でございます。農林中金、聞いたことございますでしょうか。 JA バンクの貯金を運用する銀行なんですね。資本金3兆4804億円、預金残高60兆2211億円で、銀行としてもかなり大きい銀行なんですけれども、なんとですね、この農林中金、日本最大のヘッジファンドなんですね。皆さん、ヘッジファンドって、まあ、なんとなく聞いたことありますでしょうか。いろんなですね、デリバティブとかシャドーバンキングとかっていう金融商品を扱いながら、ハイリスク、ハイリターンの投資をするというのが、まあ、ヘッジファンドなる金融機関なんですけれども、実はこの農林中金、日本最大のヘッジファンドになってしまっていると。あんまり知らないんですよね。で、この農林中金ですね、リーマンショックで1兆5000億円の損失を出しました。これはなんとリーマンショックで出した損失の中で国内最大の損失でした。もっと大きい銀行がある中で、農林中金はリーマンショックで一番大きな損失を出したんです。その理由がですね、3文字略語のわけのわからない金融商品を大量に保有していました。この3文字略語のわけのわからない金融商品、この前のゴールドマンサックス過去の動画でも出てきましたが、また今回も説明をさせていただきます。現在もこのわけのわからない金融商品を大量に保有しています。リーマンショックで1兆5000億円もの損失を出した農林中金ですが、次の金融危機では、これは倒産するぐらいの損失を出してもおかしくないと。なぜならば、次の金融危機、リーマンショックの10倍以上である、下手したら本当に100倍かもしれないと言われている中で、非常に高いリスクを持ってしまっています。この農林中金なんですが、なんと一次産業への貸し出しは、貯金全体の約 5% であると。これひどいですね。本来ならば農林中金こそがですね、一次産業への貸し出しをして、日本の食の安全、食料自給率の問題を解決していくべき銀行だと思います。これ銀行だけで難しければ、国と一緒になってですね、新しい融資制度を作るとか、本気になればやることはいっぱいあるはずなんです。にもかかわらず、一次産業には全然融資をせず、農家のおじいちゃんやおばあちゃんが貯めた、コツコツ貯めた貯金を勝手にハイリスクの、しかも外資系の金融商品にぶっ込んでいるという、本当にこれが許されるんでしょうかと。もともと銀行で預かっているお金というのは元本を保証されているものなんです。それを先ほど言ったようにですね、日本最大の、ヘッジファンドになっているということは、元本不保証のハイリスクハイリターン商品に多額の資金を投資しているということなんです。まずくないですかね。このウォール街、アメリカのウォール街の投資家たちはですね、この農林中金、農中のことを何でも買ってくれるゴミ箱と呼んでいました。おそらく今も呼ばれています。これ情けない話だし、本当にひどい話です。先ほど言いました3文字略語のわけのわからない金融商品、最近の代表事例で言うとですね、 CDO とか CDS とか CLO と言われるものですが、この農林中金が今最も大量に保有していて危ないと言われているのが、この CLO という金融商品でございます。過去の動画、ゴールドマンサックス、結構最近出した動画ですが、そちらの方にも、この問題について、話をしておりますので、よかったらまた見てやってください。で、何より今リーマンショックの直前と全く同じ状況に金融業界がなってきています。それは金融業界に関わったりエコノミストと言われている人たちの中でかなり共通の認識になっています。おそらく事実です。サブプライムローンの破綻というのはですね、
これリーマンショックのことですね。サブプライムの人だったにですね、サブプライムというのはプライムじゃない、つまりお金を貸してはいけない人にお金を貸しました事件だったんです。これ普通お金を貸したらやばそうな人にお金って貸さないですよね。それがですね、貸したお金を証券化したことによってですね、そのリスクを、分からなくしたと。これまた後で説明します。投資信託に混ぜて、さらにそれをAAAという格付けをつけて世界中にばらまきました。これはうっかりAAAの格付けをつけたのではなくて、先ほどから言ってるように怪しげな金融商品を売ろうとしている人たちが意図的に、ほとんど価値のない商品に自分たちの格付け機関を使ってAAAの格付けをつけて売ったというのが根本的な問題なんです。すごい乱暴に言うと詐欺に近い、まあ詐欺なことをやっていると。元本がなくなる、大損をすることが分かっている商品をバンバン売ってきた、売っているということなんです、今の金融機関は。で、先ほどこの農林中金が一番持っている CLO、 コラタラライズドローンオブリゲーションという商品なんですけれども、これはピープルパワーでも結構何度も取り上げてきました。知ってる人は繰り返しになりますがすいません。この CLO という商品なんですけれども、例えば中国公務店さんという会社がですね、お金を借りたいですと。この会社はリスクが高いので銀行からは融資をすることができません。そういう会社の融資をですね、社債という、まあ、商品がありますが、社債を発行することによってお金を調達しますと。社債を発行するのはゴールドマンサックスというところが、例えば大元になりまして、投資銀行ですね、諸悪の根源の投資銀行ゴールドマンサックスが、その社債を、証券化して分割します。最終的には投資家 A、 投資家 B、 投資家 C さんにバラバラになって分割されて売られていきます。そうするとどうなるかというと、ゴールドマンサックスにはリスクがないんですね。この手数料だけ取ることができると。銀行が融資した場合、銀行にリスクがありますので銀行は融資ができません。でもこの CLO という商品はですね、まあ、シャドーバンキングと言われる、商品の一部でもあるんですが、売っているゴールドマンサックスのようなところにはリスクがゼロなので、投資家を騙して売りまくることができればですね、最終的に投資家の人たちは損するんですけれども、ゴールドマンサックスとか間に入った人たちは、まあ、儲かるということで、リスクがないので、売りまくると。これをモラルハザードというんですけれども、モラルがないということですね。で、この粗悪な社債というのが、先ほどから説明しているサブプライムローンということなんです。つまりリーマンショックの直前に起きた状況と今全く同じ状況がこの CLO で起こっていると。それは、アメリカの中央銀行 FRB なんかも警鐘を鳴らしているんです。で、この CLO というのはシャドーバンキングと言われる、金融商品の一部なんですけれども、これなんでシャドーバンキングと言っているかというと、銀行法の適用外の商品なんですと。銀行は危なくてお金を貸せないけれども、それを何とかして、お金を貸す方法を作りましょうということで作られた商品なんですけれども、銀行が危なくてお金を貸せないということはですね、極めてハイリスクな金融商品ということなんです。ゴールドマンサックスなどによって作られたものであって、昔国債とかでですね、ジャンク債ジャンク債って言われてたものがあると思うんですけれども、まあいわゆるジャンク債です。それが、対象が、国ではなくて企業とか事業体になっている、地方自治体の場合もあるんですけれども、まあこのジャンク債とほぼ同じようなハイリスクハイリターンのものなんですが、これは実はその知識のない人からお金を巻き上げるためにゴールドマンサックスとか投資会社が作っている詐欺商品であると。これはもうはっきりとそうです。誇張ではありません。で、農林中金はこの CLO の保有8兆円もしてしまっていると。 CLO だけで8兆円も保有していると。金融庁は2019年の1月に CLO を保有している金融機関に調査に入りました。ゆうちょ銀行とか三菱 UFJ 銀行にも入りました。なんで調査に入ったかというと、日本の金融機関がこの CLO を大量に保有しているからやばいという情報があり、その調査に入りました。
やばいということなんです。で、次の金融危機についてなんですけれども、これは過去の動画でいろいろ上げております。ロッケー円デリバティブ崩壊とかが、まとまっておりますので、よかったら過去動画も見てやってください。リーマンショックの10倍以上、最悪100倍ぐらいの金融危機が起こります。あと1年ぐらいで起こります。で、農林中金は日本で最もハイリスクな状況にあると、思います。僕は思っています。金融庁もこういうことは薄々分かっている人がいますけれども、金融庁も今の外資系の金融機関の手先の人間ばっかりです。残念ながら財務省、金融庁も、グローバル資本家とか国際金融資本と言われている人たちの意向を見ながら仕事をするようになってしまっています。分かっていても、この CLO への多額の投資なんかを黙認してやってきているというのが現状です。本当に危険な状況です。これはですね、農林中金の年次報告書ディスクロージャー誌と言われる2019年3月、2019年期の、決算報告書ですね。この内容を見ていきます。81ページ、ここにですね、財務諸表の中で貸借対照表というものがあります。ここに丸をしましたのは、有価証券が55兆円、その有価証券のうちその他証券が43兆円でございます。これちょっと後で説明いたします。ここに書いてあることです。で、82ページに書いてあります、対する純資産が7兆3800億円ぐらいでございますと。これをですね、まとめますと、ざっくり言いますと、農林中金は倒産する可能性があります。まあまあ高い可能性であると思います。有価証券が55兆8000億円、そのうちその他証券というのが 43.1 兆円でございます。で、純資産が 4.7 兆円でございます。 CLO、 さっき言っている極めて危ない金融商品を含む CLO を含むその他証券という項目がなんと 43.1 兆円にまで膨らんでしまっています。これはリーマンショックの10倍を超えるかもしれないという次の危機では半分以下になる可能性があります。そうすると損失は20兆円とか出る可能性があるんですね。純資産は 7.4 兆円しかありませんので、倒産ということです。債務超過ということです。実際このような状態になった時に、もしかすると国が助ける、資金注入して助けるということになるかもしれませんが、日本のバブル崩壊後そうでしたよね。りそな銀行とか2兆円ぐらいの資金が投入されました。でも次の金融危機はあまりに大きすぎて、農林中金だけじゃないんです。他の銀行もものすごい多額の損失を出す中で、果たして国が銀行を助けられるのか、そもそも銀行を助けるべきなのかというと、助けるべきではないと思います。自分たちが勝手に危ない商品に投資しているんです。ただ辛いのは、この農林中金のお金っていうのは、農家のおじいさんやおばあさんが本当にコツコツ貯めてきたお金なんですよね。それを実際貯金している人たちは何にも知らないのに、勝手にリスクの高い商品にどんどん投資していると。しかもそれが外資系の商品であると。日本の一次産業にはたった 5% しか融資していない。農林中金の担当者の方が見られてる可能性は低いと思いますけど、それって正しいことですかね。本当に金融業界に関わる人たちって考え直してほしいんです。皆さんには力があるじゃないですか。お金ってすごい力ですよ。その力を社会を良くするために使おうとしてないじゃないですか。自分たちの目先の利益を上げるためにこんな危ない投資をやってるんですよ。本当に考え直してもらわないと、日本自体が沈んでしまうような状況になってしまいますし、それは本当目の前まで来てますよ。農林中金は JA バンクをまとめている銀行です。つまり、要するに JA バンクに投資している人の貯金というのは本当に危ない状況にあります。これ危険です。皆さんいろいろ考えて、その資産をどう動かすかっていうのを冷静に考えてみてください。で、他の銀行も農林中金ほどではないですけれども、
今極めてやばい状態にあります。銀行法適用外のデリバティブやシャドーバンキングと言われる商品、なんで銀行法があるかっていうのを冷静に考えてみてほしいんです。銀行法によって人々を守ろうとしていると、詐欺のような金融商品があってはいけないということで、もともと銀行法っていうのはあるんです。その銀行法の外にどん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 ハイリスクハイリターンの商品を作っても、結局のところ誰も幸せになってませんから、それは本当に金融業界に関わる人たち、財務省とか金融庁の人たちだってちょっと真面目に考えてみてほしいんです。僕は何度も言いますが、デリバティブやシャドーバンキングっていうのはもう原則禁止にすべきだと思っています。それは政治が変わればできることです。確かに、金融業界の中身の話本当に難しいです。僕だって金融商品一個一個の細かい知識っていうのはやっぱりそこまでは知識がまだいきません。それは正直金融業界で金融商品を売っている人たちにだってもはやわからないんです。金融商品を設計している本当の一部の人たちにしか分かっていない。そんなものを世界中でどんどんばらまいて売るというのはもうやめにしましょう。金融経済マネーゲームにお金が回って、実体経済にお金が回ってこないという現状を変えていくことが本当に大事だと思っています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで。愛なき時代の空気は今、波なき世代、金に比例して